後方になりました。第11レース発走。さあまずは前取り、内から1番下平原か3番和田健太郎か。3番の和田が先頭ユニットの距離を縮めていきます。1番の平原浩太、2番手、2番の中川誠一郎が3番手、その後ろには4番車山田玉平で九州ラインの並びはできています。5番の渡辺豊が車を進めて先頭位置まで上がりそうです。そして9番車の佐藤慎太郎上昇、1番の平原と合流いたします。そして6番の原田健太郎は8番の柏野智則と 7,8 番手で並びを作って、7番車稲川翔は短期戦です。焦点は最後尾です。2対2対1、細かく分かれました。レースは2周回目と入ります。先頭は5番の渡辺です。初参戦の昨日は森沢連れてドンとかまして大掛けに出ました。追走3番の和田、昨日は攻め立てられた軍地を入れて連携を守る競争。1番の平原は初手3番手、優秀競争は清水の交代の煽りからまくり不活でありました。追っていくのは9番佐藤慎太郎、2日目は平原との連携、人気の両者合戦好勝負となりますでしょうか。2番の中川が初手のポジションは5番手です。初日は短期戦ジャンスに前に立ちまして見せ場を作りました。追っていくのは4番の山田陽平、昨日は内々を攻めて軍事の懐へと行くレース運びでありました。青間周回に入ります。 7,8 番手が中四国連携です。6番の原田健太郎前回り、優秀競争後方で立ち遅れる展開でありました。追走柏野と強気なレースができるかどうかがポイントです。7番車稲川翔は初手は最後尾、近畿車うまく立ち回って上位争いに加わりたいところです。3周回目バック戦から3コーナー回っていきます。1列棒状続いています。さあどのラインから動くか、後方から6番の原田健太郎アクションを起こしました。中四国連携車を前と進めていきます。7番の稲川追いません。いよいよ競争は赤番周回に、5番の渡辺、そこを6番の原田が抑えていきます。前から南関勢車を引いて現在は 3,4 番手、人気の SS コンビは現在は 5,6 番手、7番の稲川その後ろと車を進めて、九州勢は後方5番の渡辺がさあジャンデ前に立ちます。1番の平原そつなくこの後ろ3番手を決めにかかります。6番の原田車を引いて7番の稲川が SS コンビの後ろ、そして2番の中川が一気にかわして前に出るか、4番の山田と九州勢がドンと前に出ました。叩かれて5番の渡辺は3番手、さあ追い上げていきまして1番の平原3番手、そこからさらに外まくっていけるかどうか、2番の中川が一気にバック戦先頭通過、1番の平原が3番手、車間を切る番手4番の山田、さあ3コーナー外1番の平原まくれるかどうか、持っていかれた、内をついて9番の佐藤慎太郎直線コース、4番車の山田陽平か9番佐藤か4番山田陽平。第11レースワンダーステージの2組目、1番の平原浩太一気に行った2番中川、4番山田の九州勢を急追と行きたいところでありましたが、4番山田車間を切りつつのブロックにまくりは不活でありました。そして終盤9番の佐藤慎太郎打ちをついていきました。当たられながらも4番の山田陽平がどうやら着、9番の佐藤慎太郎2着、そして3着は3番車和田健太郎。決定までしばらくお待ちください。第11レースでした。